バリオバーンバリオバーンこの項目では各鉄道車両メーカーが展開する路面電車向け車両のバリオバーンのうちフィンランドのヘルシンキシデンに導入された車両について解説する1998年から2004年まで40両が導入されたがヘルシンキシデンの線形条件に適さなかったことから故障が頻発し2018年までに全車営業運転から離脱した フィンランドの首都ヘルシンキ市内を走るヘルシンキ市電で初となる車内全体が低床構造となっている超低床電車。1998年に最初の車両が製造され、翌1999年から営業運転に投入された。中間に台車がないフローティング車体を挟んだ片運転台の5車体連接車で床上高さ 380mm の 成長構造を実現させるため台車は、車軸がない独立車輪式台車が用いられ、主電動機は、各車輪の外側に1機ずつ設置されていた。製造当初は、アドトランツが、フィンランドの国内企業である、トランステックと共に製造を実施していたが、2001年に、アドトランツがボンバルディアトランスポーテーションへ、吸収されて、以降は、同社が製造を担当した。 2004年までに40両が導入されたが、営業開始当初からバリオバーンは、故障や破損を頻発するという大きな問題を抱えていた。ヘルシンキシデン各所にある急カーブを走行する際、回転軸がない台車を有したバリオバーンは車輪に大きな負担がかかり、従来の車両から非常に早い頻度で摩耗が発生したほか、線路への負担も大きかった。 さらに、車体の大枠にも亀裂が発生し、導入から10年が経過した2010年代中盤、時点でも多数の車両が運用から離脱する事態となり、ドイツの路面電車路線で引退した旧型電車を急遽譲り受けするにまで至った。製造を担当したボンバルディアは、バリオバーンの修繕を実施し、2006年から2007年には、連接部や台車の交換も実施されたほか、 2008年以降は、ヘルシンキシデンを運営するヘルシンキシ交通局との間で10年間の保守に関する契約が結ばれ、運休した車両に応じて、ボンバルディアが罰金を支払い修繕を実施することが義務付けられた。だが、それでも低い信頼性の改善には至らず、2017年11月に、両社はバリオバーンを営業運転から撤退させることで合意し、 保守契約の期限が切れた2018年までに全社とも営業運転から撤退した。その後はヘルシンキシデンの各社庫で長年留置されていたが2021年1月に全社とも他都市へ譲渡されることが発表されている。アーティック、ありがとうございます。